いやあ、刹那圭介だよ。今回は新実況、記憶少女会えなくての実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあこの記憶少女会えなくてっていうのは記憶少女の外伝であります。アナザーストーリーです。記憶少女の方はね、俺も実況したことがあるんでね、まあこのゲームの実況を見る前にまずそちらを見てくださった方がいいと思うんですよね。はい、5ヶ月ぐらい前やな、やったん。だいぶ前やな。だいぶ前やけん内容とかいまいち覚えてるから微妙なところやけどね。やっていきますよ。はい、ん？記憶少女会えなくて、記憶少女にのどちらをプレイしますか？こんなんある？会えなくてとニートでなんか違うんか？まあ会えなくての方やるけど。それでは、基本少女って何?記憶少女の本筋である、記憶少女会えなくてをお楽しみください。はい。あなたの名前を入力してください。ああ。これは前作でもあった。なぜか入力させられるんよね。せ、ず、け、いい、これでいこう。オッケー。特にここの名前はあんまどうでもいいんやけどね、正直。今日は楽しかったね。うん、まるまるちゃんと一緒だったから、すごく楽しかったよ。あはははは。何愛ちゃん、私、そろそろ晩ご飯の時間だから、お家に帰るね。うん、また明日ね。明日も絶対一緒に遊ぼうね。小学校低学年の女の子同士の会話ってところか。前作の主人公は9歳の女の子だけんね。私の名前は糸葉。中学2年生の14歳。これが主人公？前作よりも年齢をバーンと上がってるね。中学生か。私は東京に住んでいて、今日から夏の終わりまで田舎のおばあちゃんの家で過ごすことになった。というのも、お母さんがお産でって呼ぶんか、これは。呼び方間違っとったりするかな、もしかして。まあいいや。しばらく入院しないといけなくなっちゃって。そのパターンか。なんか僕の夏休みと内容がちょっと被ってくるな。虫捕りとかできるんかな、このゲーム。できるわけなかろう。だからしばらくおばあちゃん2の家で。おばあちゃん2ってよ。おばあちゃん2人目。第2のおばあちゃんの家ってこと？確かにおばあちゃんって確かに2人おるよ。お母さんの方とお父さんの方のにお世話になるんだ。田舎なんて初めてだから大丈夫かな、なんて私はウキウキしながら移動中の車の中で思っていた。でも実は初めてじゃなかったんだ。私はあの時のことを忘れて。いきなり BGM 消えるんだもん、怖いの。糸葉ちゃん、え、おばあちゃん、何かあった？糸葉ちゃん何かあったんか？って何もないんかい。おばあちゃん、ちょっと言い方。超えなかったら、糸葉ちゃんどうかしたのかっていうような言い方だったんやけど、文字だけだったらな。まあ、最初から何もないような、さすがに。糸葉ちゃん、よく来たね。疲れちゃいだろうに。早う家の中に入んなせ。うん。とりあえず家の中に入りましょう。ここは黙って入ろう。いろいろありますね。結構古っ。袋の中には味噌が入っています。味噌をこんなに入れておくことがもう古いよな。壺の中にはお水が溜めてあります。蛇口あるんだろう。なんで水を溜めているんだ、よくわからんな。おばあちゃん、おばあちゃんのシェイ袋にでも乗っとんかな、こういうんが。使い古した鍋がコンロの上に置いてあります。うん。あーすいません。まな板が置いてあります。水道があります。ほら水道あるやん。水道あるのになんで水溜めたんだろう、わからない。俺にはわからない。ほこりをかぶったアナログテレビが置いてあります。アナログテレビだ。こんな古臭い家にテレビ、アナログでもテレビがあるっていうのはちょっと違和感があるような気もするけどね。で、タンスの中には着物、おばあちゃんらしく着物ですよ。
おばあちゃん、おばあちゃん、井戸葉ちゃんの寝る部屋は上の階にあるからね。物置みたいになってるけれど我慢してね。あと本棚は必ず見るんだよ。なんで本棚？よくわからんけど、まあそういうことなら先に調べておこうか。本棚にゲームの説明という本が並べられています。読みますか？そういうことか、先に説明読めって言いたいんか。おばあちゃんゲーム側の人間か。まあいいや、読もう。ゲームの説明。このゲームには少々危険な演出が含まれています。特にフラッシュは頻繁に叩く演出で体に害をなす可能性があります。回復は通常ポリゴンショック。十分にご注意してプレイしてください。このことも兼ねてこのゲームは15歳以上対象としています。15歳未満の方は本当に本当にプレイする際にご注意ください。もし体調が悪くなった場合はすぐにゲームを中断してください。あ、大丈夫、俺18歳だから、こう見えて18歳だから大丈夫です。動画などでアップする場合は必ず以上のことを表記してください。私は一切の責任を負うことはできません。すべて自己責任でよろしくお願いします。制作者東ドラ。こういう説明文か、説明文にこういうの貼らないかん的なことを言おうんかな。他の実況者さんはどうしようかな。ちょっとその他の実況者さんの動画を見てちょっと決めておこうかな、これを貼るかどうかは。で、でかい机、丸机。袋の中にたくさんの古着が入っています。おばあちゃんの古着こんなところに入れてんのか、タンスが使わないのか。ダンボールの中には古い雑誌が入っています。うん、布団は調べても意味がない。っていうことはもう下に行けばいいんかな。おばあちゃん、おばあちゃん、見てきたよ、見てきた、湯飲みが置いてあります。見てきたよ、見てきたよ、見てきたよ、いってはい。これさっき読んだやつ。じゃあもう何もなし、え、何もない、何もない。おお、外出ていけって言いたい。マンホール、これマンホールだった。なんかコンクリじゃないのにマンホールがあるっていうちょっと新鮮やな。マンホールでコンクリの上にあるようなもんだと思うとった俺。そうでもないってことですね。で、犬がめっちゃ走り回ってる。おいおいおい、すごい、追い込んだ追い込んだ追い込んだ、おい、これ追い込んだ追い込んだ、面白い面白い。こんなん面白がるってどんなん。ちょっと喋りかけたらワンで泣くんですけど。バカみたい。まあそんな感じで。ってことは猫、あ、落ち着いてきた、ついてきた。猫とかも喋れるかな、これは。喋れるっていうか、あー、聞けますね。これを夜になってから聞いたらちょっと不気味なんやろうな。ニワトリだ、ニワトリや。こいつらも声聞けるんかな。お、聞けますね、聞けますね。例外なしですね。おいっす。できる、やめよう。ということで、隣の家には入れるんかな。開きません、留守のようです。うん、出かけれてるのかな。こっちも出かけれてるんだろうな。うん、まあ昼間だしね、わからなくてもないよ。お墓がある。おお、なんかちょっとここ興味深いんちゃいます。ホラーといえばお墓ですよね。お墓があります。字はこけて汚れていてよく見えません。うん、よく見えません。あれ、これ全部一緒か、全部調べたところで何もないか。違うね、違う、一緒やね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 。じゃあ次行ってみよう。お？BGM が流れないね。
ここが大きな家。なんかありそうやね。ここ。でかー、おばあちゃんちの3倍あるんやけど、おばあちゃん、こういうところ住んでみたいっすって思っとったら、本当に住んでみたいなって出てきたよ。いいなー、こんな大きな家、住んでみたいなー。え？助けてー。あ、この、上にいるんが、ミュウちゃんって言って、前作の主人公ですね。あ、どこ行くんや、泣きながらどこ行くんや、お前。その泣き声前にも聞いたことあるんや。前作で聞いたことあるんや。今のは、一体、うん、終わり？何もなし。それだけ、帰れといいのかい？おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。グランドマザー、おばあちゃん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 、グランドマザー、おばあちゃん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 、グランドマザー。あ？おう、晩ご飯できているようやって。うん、わかった。晩ご飯だ、うん、どうだい？おいしいかい？うん、おいしいよ。どうや、おばあちゃん、おばあちゃん、机どこにあるんすか？料理、机の上に置いたりせんのんすか？え、じゃあ、どこ、料理どこに置いたんすか？え、この真ん中の灰みたいなところに置いとったりするんすか？不清潔っすよ。机ないんすか、机。机の上に置きましょうよ、ばあちゃん。そうかい、そうかい。それはよかった。よくねえよ。机はどうだよ。机の上に置いてよ。不清潔だよ。やめてよね。ねえねえ、おばあちゃん。ん？なんだい？さっき、お墓道を登った先の大きな家の前に行ってきたんだけど。そうかい、行ってきたのかい。見るからに人は住んでなさそうな家だったんだけど、あそこってまだ人は住んでるの？住んでいたが、正しいかの。え？あの家には昔、4人の家族が住んでおった。奥さんの綾子さんと、旦那さんの新次さんと、娘さんが二人だったかの。ちょっと待って、それがミュウちゃんの家族だったとしたら、ミュウちゃんちって確か俺の覚えとる限り7人家族だったと思うよな。おじいちゃんとおばあちゃんとあとお兄ちゃんも一人おったはずな。その3にハブられてる。ひど。本当に名のいい仲の良い家族じゃった。私もこの村の人もあの家族の泣いている顔なんて見たことなかったよ。子供たちなんかいつも笑顔で畑仕事を手伝ってくれたもんさ。本当にいい家族じゃった。でもみんな死んじまった。奥さんも旦那さんも子供たちもみんなみんな。そうだったんだ。でも、どうしてその家族はみんな死んじゃったの？誰かに殺されちゃった、殺されたんじゃよ。家族全員な。あれはひどい事件じゃった。三人は死体の脳がくり抜かれていてね。とても人間がやったようには思えんかった。そんな。まあ、もう10年も前の話じゃよ。あの家はその家族のことを忘れないようにということで、私たち村人で残しているんじゃ。ふーん、そうだったんだ。おばあちゃん、ご飯美味しかったよ。ごちそうさま。はいよ。そんなことが。ただ3人抜け取ったような。それはひどいな。だけど、気になるな。さっきのあの女の子は一体？考えても仕方ないか。今日はもう寝よう。助けてー。夢？今の声ってさっきの？ダメだ、眠れない。少し外に出ようかな。こんな時間に外出るんですか？勇気ありますね。結構勇気あるんですかね。あれ？おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん？おばあちゃん？本当だったらここで寝とるんじゃないかな。今夜中なんじゃないかな。おばあちゃん？おばあちゃん？
おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん知りませんか？留守のようです。留守おばあちゃん、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 おばあちゃん。開きません。留守のようです。ここも。おばあちゃんもしかしておばあちゃん認知症を患っとったんかな。患っとってどっかフラフラ行ってしまったか。お墓は何も変わってないよな。やっぱこっちですか。やっぱこっちなんですかって、あー入り口開いてるんですけど。あれ、ここにあった柵がなくなってる。今なら入れますね。ん？あ、ミューちゃん、ミューちゃん。あ、どこ行くんや、ミューちゃん。家の中入っていったよ。ミューちゃん、どこ行った？今のは、池とかがある。花壇がある。そして、ここに入り口がある。あの時、ここに入れなかった方が良かったぞ。そして、記憶少女会えなくて。今は後悔している。この家に入ったことを、なんてことがあったらちょっと怖いっす。あれ？さっきの女の子はどこへ？傘立てがあります。どう、あれ？おお、カエルくん、カエルくん、カエル。このカエルってセーブポイントになってましたよね。前回からあるんですよ。前回からこのセーブカエルがセーブ担当してもらえるんですよ。うん。おいらはセーブカエルケロ。あ、セーブカエルのレイケロ。つい最近縄跳びしてた男の子に踏まれちゃったケロ。でも、雪原にセーブをさせるという使命があるから成仏できないケロ。だから思う存分セーブしてケロ。そうしないとおいらも成仏できないケロ。セーブしますか？はい、もちろん。セーブ帰る、久しぶりやな。ありがとうな、今回もセーブしてくれて。はい、というわけで今回はこの辺で終わりとさせていただきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。See you again!